皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、あげまん理論トークライブセミナーにゲスト登壇しました。キャリア女性のビジネスとパートナーシップの関係性について、ということについてお話をしてみたいと思います。今日はいつもガツガツお話をしているようなビジネスの話よりは、もう少しトーンダウンしたっていうか、そもそもビジネスをやっていく上での環境づくりですね、ご家庭のこととか、ご自身の内面の整え方とか、そちら方面のお話になるので、少し内容的にはライトな内容になるかなっていうイメージなんで、そんなイメージでお付き合いください。で、そもそもですね、あげまん理論のトークライブセミナーに参加、ゲスト登壇ということは、もともとあげまん理論っていうのを、提唱している組織として率いてる長がいらっしゃるわけですよね。中村明さんっていう方なんですけれども、あげまんっていうね言葉を聞くと、要はそのね旦那さんを出世させたりとか、男の人をなんか幸せにするというか、そういうこう月を持ってる人みたいなね言葉、伊丹十三さんのあれからきっと来てるんだと思うんですけど、それも確かに意味としてはあるんですけれども、なんでじゃあ私がその、セミナーっていうかそれに参加しているのかっていうね話とかありますよね。なんでそこも含めてですね、実際にキャリア女性ビジネスをバリバリやっている方とかでも、そのご家庭のこととか内面のところを自分で見つめ直さなくてはいけないような時期とかも多分あると思うので、それも私の体験も含めてちょっとお話をしようかなというふうに思ってます。まずですね、あげまん理論っていうのが何なのかっていうと、創始者の中村明さんっていう方がですね、世界中のパートナーシップの事例を研究して開発したっていうことで、男性心理とか、あとはパートナーシップ、自己肯定感とか、そんなことを中心にロジックをつけてですね、自分を内観していくことによって周りの人も自分も幸せになっていくっていう、コミュニケーションのスキルを上げるための理論というかロジックといえばいいんでしょうかね。なので私も誤解していたんですけれども、旦那さんを要はできる男に変えて稼がせるようにして、それで自分も横で輝いてるみたいな、そういう人を作りたいサイトなのかなっていうふうに思っていたんですけれども、私がですね、仕事をバリバリする上でですね、当然パートナーっていうかうちの旦那っていう存在はあるんですけれども、私がやりたいことっていうのはどんどんですね年々いろいろと変化もしたりとか、どんどん拡大をしていくわけなので、もともとの性質として一箇所にはとどまれないっていうタイプなので、渡り鳥とは言いませんけれどもね。そうするといわゆる妻としての役割っていうことでいうと、例えば家事をやってとかご飯作ってとかっていうことを私に期待される場合には、私は彼にとってはそういうふさわしい妻ではないということになるので、それをさらにこれから事業を拡大していこうっていう時に、そこが非常にネックになってですね、要は自分の中で足かせになるっていう考え方も嫌だったし、それ自身を彼は本当にいいと思ってるのかっていうのも確認もしなきゃいけない時期に来ているような状態だったのを去年体験したんですね。でその時に私は別にあげまんになりたかったわけでもなく、彼を稼がせたかったわけでもなく、私は私の人生を生きる上でパートナーとして彼がそこにいるのが彼にとって幸せなんだろうかどうなのかっていうのを今一度考えることになりましてですね。でその理論を考える理論、男性の視点とかイメージを考えるのに参考になったのがあげまん理論だったんです。でそれを知りたかったのと、あと自分自身を見つめ直す上でですね、私はもともと自己肯定感っていうのは高い方なんですよ。なんだろうな、仕事上では思った通りに基本なるっていうふうに思っているし、自分を認めているから当然他者とそういった状態で付き合うっていうことができているので、自己肯定感が低いとは全然思わなかったんですけど、こと家のことに関してはですね、あまりそういった腹を割ってすごく真剣に話し合ったこととかあまりなくてですね、喧嘩をするのが嫌なタイプだったんですね。父と母が離婚をしていて、その喧嘩をしている風景をよく見ていたので、家は穏やかに暮らしたい、だから多少自分が飲む言葉を飲んでしまえばそこはうまくいくっていうことをコミュニケーション上知ってしまっていたので、本音のドロドロしたものみたいなものはなるべく出さないようにして、消化した状態のきれいな状態で過ごすっていうことをしていたので、ほぼ25年間私は旦那と喧嘩もしたことがないっていう状態で過ごしていたので、はてそれを見つめ直す段階において、どういうふうにそれを言い出したらいいのだろうか、私の持ってるのはおかしいんだろうかとかね、一般的ではない、非常識だから全然そこも非常識って割り切りゃよかったんですけど、こと自分のプライベート、仕事と違うプライベートを割り切るのってなかなか難しいなとか思ってまして、それでカウンセラーの方についていただいて、自分の内観とあと家のことですね、そこを整えていく上で助けていただいて、でビジネスを拡大していく上ではもしかして道が違えばですね、道を違えることだってあるかもしれないっていう可能性もありましたので、そこも含めてですね見てもらう必要があった。で対談をしていく必要があったんですね。で結果別に彼とも話し合いもできたし、私が本当に今後もやっていきたいことっていうのは彼にとって彼が不幸になることではないっていうことを認識をしたことによって、私は後ろめたさとか罪悪感を持たずに仕事ができるようになったので、ますます自由に飛ぶことができるようになったのでそういった段階を踏むことができるきっかけにすることができたのがアゲマン理論だったんですね。でそれをお世話になったっていうこともあって、でそれをすごく感謝して、こういうふうになりましたっていうのを、お話をしていて、で私が当然コンサルタントでっていうことはカウンセラーの方というかコーチっていうかそうですね、それを見てくださる方にもお話をしていて。でそれに興味を持ってくださった創始者の中村明さんが私の出版記念パーティーに来てみたいということで、お礼も含めて私の、カウンセラーの方と共にご招待を差し上げて、それがご縁で実は私の生徒さんとかでも旦那さんと、ビジネスの内容においてですね、結構いろいろと悩んでいる方が多いということで、その切り口からお話をしてほしいということで、お話をしたのがきっかけで、今度はじゃあ逆に僕の方の、セミナーの方でも登壇してもらえますかということで登壇したのが、今回の流れだったんですね。でどっちの方の領域だったとしてもですね、お仕事をバリバリして活躍する、ないしは活躍していきたい女性が当たるところの壁として家の壁っていうところはまず旦那さんですね、次にお子さん、あと次にお仕事さんとかいろいろねそういう方とかの関係性とかもいろいろあるんですけれども、非常にですね複雑に絡み合ってくるんですよね、そのあたりが。だから自分が前に進みたくてもやはり家の事情がっていうのがあれば、そこも調整しながら進まなくてはいけないので。男性も女性も私、ビジネスのコンサルティング上のお話とかもよく聞きますけれども、男性はそういった意味ではあんまりそこ考えなくてガンガン前に進むんだなっていうのを考えていて、ある意味羨ましいなっていうふうに思ったこともありますね。女性の方の側の悩みを聞いているからなんですね。男性は仕事をするのが当たり前みたいなのが世の中の風潮であるから、仕事のことをだけをって言っちゃなんですけど、もちろん育児家事してる男性いるのも知ってますけれども、主軸は仕事を考えればいいじゃないですか。だけど私のメンバーとか、いろんな方とかのお話を聞いていても、ご自身ももちろんねプライドも持ってきちんと仕事をしていても、ちゃんと旦那さんのことも見ながら、あと家のことも家事もしつつ子供も面倒を見てるっていう方もね結構多いから、そういう意味で言うと女性の方が負担率っていうか価値に対してのやっぱり負担率とか、あと仕事で活躍したいって思っても足かせとは言わないんですけれども、ご主人との話し合いが、うまくいかない場合にはその負荷が全部奥さんにかかってくることが多いなっていうふうに感じることがあってですね。だから仕事をうまくいかせるためにもですね、家のことっていうのは、旦那さんの話し合いっていうのもうまくやっていくのがいいのかなっていうふうに思ったんですね。で結論から言ってしまうとですね、よくよく聞いていると私もそうだったんですけど、思い込みであるケースが多かったりすると思ったんです。旦那はきっとこう思ってる、だから反対されるに違いないとか、子供たちもきっとこういうふうに考えちゃってて負荷をかけててごめんなさいって思ってるとか話を聞くんですけど、本質的な答えはその人しか持ってない。要は旦那さんがそう思ってるかどうかっていうのは旦那さんに聞かないとわからないし、お子さんが本当にそう思ってるかどうかっていうのはお子さんに聞かないとわからないんですね。お子さんもね、案外わかりますよ。小学生ぐらいだったらちゃんとお母さんがこう目線を合わせて座ってっていうか低い状態で自分が本当にこういうふうに仕事をしたいと思ってるっていうことをちゃんと伝えて目を見てですね。でそんなお母さんは嫌かな、一人でいると寂しいとかっていうと案外あっさりですね、子供がね「うんうん大丈夫、留守番平気だよ、お母さんが生き生き仕事してるのを見てるのは私は好き、そんなお母さんが好き」とか言われてね、号泣しちゃったうちのメンバーとかの話とかも聞いてますけど、案外子供って大人なんですよね。だから子供扱いしなくてきちんとお話をするっていうのも仕事をねしていく上での一つありなんじゃないかなっていう。全ての家に全部適用するとは言いませんよ。だけれども、お子さんとかあと旦那さんに関してもですね、きちんと思いも伝えるし、私はこういうふうにしたいと思ってると。で許しを請うっていうのではなくてですね、私がやりたいこと、私が喜びとして感じることはこういうことなんだと、それをやるのはどう思う？いいかなっていう感じで聞くと、旦那さんの答えっていうのもねそれに沿ったおそらく答えになっていくし、アキラさんのその揚げまん理論の中での男性の考え方っていう話何度か出てくるその理論っていうか内容に私も救われたし、うちのクライアントさんにも私も伝えて、やっぱり男性ってそうなのかなっていうふうに思った一つの大きな要因っていうのが、基本的に奥さんにするっていうか、奥さん、契約、結婚で仮に契約っていう言葉はちょっとあんまり好きじゃないんだけど、契約をして結婚っていう状態になっている時にですね、男性心理っていうのはこの人を一生食わせていくっていうかきちんとこう面倒を見ていくっていうふうに社会的な責任とか、この人を喜ばせようとか幸せにしようって思う気持ちは旦那さん、男性の方がやっぱり異常に強いらしいんですよ。これね若干私に当てはまらないですけどね、私は確かね旦那にそうだな結婚する時に言ったのは私は一生仕事は辞めない、それも生きがいだし私自身っていうものの表現する、ものだから家に入って奥さんになってくれ、いわゆる世間一般的な家事をして、食事を作って待っていてっていう、それを私に望むのであれば私はそういう結婚はできないっていうのをもともと言った状態で結婚ねしてますので、同時にですね私自身は、仕事も辞めないし、両輪大黒柱2本で家をやっていくイメージで、普通大黒柱って1本なんですよ。2本あればどちらかが何かあっても、例えば旦那の方の会社が倒産したとか旦那の方の体調が悪くなってどうっていうのでも、私の稼ぎが1本として成り立つレベルでちゃんとなってればそこってものすごく心配とかない状態で見ていける。だからうちは両輪で回す家っていうイメージで私は考えているし、だから養ってもらうっていうイメージでは私は考えていないから、あなたはあなたの好きな仕事を選んだらいいし人生を選んだらいいと思っている。でだからといって紐も嫌だっていうのも言ってますけれどもね、こう寄りかかりすぎてそれがこう当たり前になって自堕落になっていくっていうのも嫌だしっていうのもまあ言ってはいるので、それに沿った形で彼はきっと生きているし、まあ私もそこをこう必要以上に頼る、まあ一時期独立した時にやっぱ収入がガッて下がった時には頼るっていうレベルではないんですけれども、まあちょっと少し節約をしたりとかっていうのをやったりとかしてましたので、まあ、そういったものを協力してもらったりはしてましたけれども、少しはだからうちのパートナーシップっていうのは多分変わっているし、おそらく私の意思が通ってそれをまあ認めてくれているっていう状態で成り立ってる家だと思うんですよね。なので彼自身がどう思ってるのかっていうのがなんか私はいつもこう折れてくれてるような感覚があって、罪悪感がだんだん重荷になってきてっていうふうに勝手に思ってたんですけど、まあ、聞いてみると別にそこはもうもともと分かっててそれで一緒になってるしとかも言われたし、まあ、案外大したことじゃなかったりすることとかもあったりしたんですよね。だからやっぱりこれはねビジネスと一緒だなと思ったのが、まあ、聞いてみないと分からない本心の本音の本当のところはやっぱり聞かないとわからないんだなっていうのは非常に感じたところだったので、まあ大概その悩んでる方っていうのはこう自分の頭の中で完結しちゃってる、これは私も経験してるんでわかるんですけど、きっと彼はこう思うに違いないとか、嫌がるから言えないとか、怒られるから言えないとか。喧嘩するぐらいだったら飲み込もうみたいな風なことしてたんですけど、まあ喧嘩することが別に悪いことと思ってないんですよ。ただ私は感情がその荒らげてっていうその、エネルギーがもったいないっていうか大変とか思っちゃうタイプなんで喧嘩はしたくないんですけど、彼を要はそれは信じていないということになるんですよね。要はそういうのを受け止めることができる人なんだっていう信頼があればお話し合いができるはずっていうふうに言われた時に、信じていたつもりだったけど確かに信じていなかったかもしれないなっていうのを感じました。そしてそのまあ原点になるのは、まあ、さっきの話にもう一回戻るんですけれども、一緒になった添い遂げようと思った女性を基本幸せにしたいという DNA が男性の方にはあるっていうそれを聞いた時にそっか幸せにしたいと思ってるから一緒にいて、私が幸せでいる状態だから楽しいことしかやらないって決めてるので、それで活動的に動いているので、まあ私の中で若干申し訳ないなと思う部分はあったんですけれども、そうする私の姿を見ていることで自由にさせているというか、まあしてもらってるっていう自分への自負も彼も持ってたのかなっていうのは後でその話を聞いて分かったことだったんですね。だから家庭環境において、まあ、旦那さんとまず話し合いができてない方っていうのは非常にこう脳内頭の中でですねぐるぐるして答えを出している方が結構多いなっていうのはクライアントさんの話聞いてて思います。だから最近の私の口癖なんですけどね、それって旦那さんと話したことがあるとか、本音で腹を割ってきちんと向き合って話を聞いたとか言うと大概やってないっていうケースが多いので、じゃあそれちょっとやってみた後にその考えがもう一度それでいくかどうかっていうのを決めてみたらどうかしらっていうことを言って話し合ってもらうふうにすると、大概そこで案外大丈夫なんだっていうことで解決しちゃうケースが多かったので、自分の信念とそれがこう真剣な思いだったとしたら、やっぱり奥さんのことを愛してるから一緒にいるケースが多いだろうっていうふうに思われる時には伝えればちゃんと伝わる。だから伝え方がうまくない場合には、それがやはりうまく伝わっていかないので、自分の主義主張だけをこうバーって通すとかいうことではなくですね、自分が本気に嬉しいことはこういうことなんだっていうのをまあ分かりやすく伝えるのもコミュニケーション能力なんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかしました。なので私の中ではですね、非常にこうそれを改めて家族のことも内観するっていうことが経験できたのが非常に大きな収穫で、ビジネス一辺倒でずっとやってきましたからねあ、そっちも、まあ、心理とかもちろん男性脳とか女性脳っていうのは心理として営業ですね、営業のビジネス心理で使っていたことはあったんですけど、恋愛とかにはあまり使ってなかったんで、無意識的にはね動いてるところとかありましたけれども、まあ恋愛で言うと下手な方だったと思いますよ、おそらく私。甘えることができないとか頼ることができないタイプだったので。君はね僕がいなくても大丈夫だよねと言われ去られたこともありますのでね、今考えると要は自分はの存在意義っていうのは男性がそこには必要で、その存在意義が認められなければ去っていくっていう生き物だっていうのを今なら分かるので、まあある分野においては甘えるっていうこともしていく必要があったんだろうし、もっとそういった意味では辛いとか苦しいっていうことの本音を、もうちょっと言ってもよかったかなっていうのは後でね大人になってから分かるようになりました。決して言ってなかったわけじゃないし頼っていた部分もあったんですけど、多分その離れていった方っていうのはもっと頼ってほしいタイプの性質の方だったんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、だから誰と会うかっていうのはね結局今、まあ、なんやかんや25年続いてるから長くいるっていうことは多分私と性格がおそらく合ってるんだろうし、このペースの私で大丈夫っていう状態っていうのは、まあまあまあ珍しいタイプの方なんではなかろうかっていうふうには思ったりはしますけどね。はい、なのでそのアゲマン理論っていうのは単にこう男性をこう盛り上げて、それによってこう仕事がうまくいかせることを手伝う女性のことだけでもなくですね、キャリアでバリバリ働いて、例えば旦那さんより年収がものすごく多くなっちゃう女性の奥さんとかいて、でも旦那さんもそれを喜び自分のできる範疇で動いていくっていう、そういったこうカップルとかもこれから増えていくんじゃなかろうかと思うんですよね。でその時に必要以上に女性の方がですね罪悪感を感じたりとか、外へ出ていくのに躊躇するっていうことがないように、ご本人自身の考え方っていうのも変えていった方がいいかもしれないし、あとそれをサポートする男性ですね、まあ、アゲメンっていうんでしょうか、まあ、そういった方っていうのもあるとさらに女性が輝けるので、あきらさんはその女性が男性を支えるっていう部分でもアゲマン理論っていうのを言ってますけれども、まあ、そこの中にちょこっとの分量でアゲメンっていうのがまあ書かれてはいるんですが、まあ、私的にはそっちのアゲメンになるようなですね、女性のそういう仕事を持つ女性のことも理解し、家のこともまあ上手に回していくのを協力してくれるような、そういうパートナーシップを築いてくれるのを、築いてくれるっていう男性、若い男性になるのかな。年齢上になるとなかなかね頭が固いんで難しいと思うんで、まあ、そういう人は同時に増やしていきたいなっていうふうには思っていて、だからアゲマン理論っていうのは考え方的に心理学的なもので考えてもありかなっていうふうに思いますので、自立して稼ぎたい、そしてちゃんとパートナーシップもうまくやっていきたいっていう女性はですね、サイトで引けばすぐ出てきますんでね、アゲマン理論とか是非そんなのも読みながら、上手にビジネスの中に取り入れながらやっていくと、男性の気持ちも盛り立てながら存在意義もありつつ自分も自由に飛んでいくっていう、これ両輪ができないことではないっていうのが今回私も分かったので、そんなことを、登壇したセミナーのきっかけレポートを話すと同時に、今日はちょっと私の内部的な普段話さない話なんですけどね、話してみようかなと思いまして、今日はお伝えすることにしてみました。よかったらですね、夫婦関係、パートナーシップ、まあ、親子関係の構築のところの一助になればなというふうに思ってますので、ご参考にしていただければと思います。それでは。